やっほー、こんばんは。今北海道にいます。北海道にいます。やっほー、かわいいですね。ありがとう。ありがとう。ハワイにいじまりしし、おやいにょ。北海道寒いよ。北海道寒いです。今日はさっき夕方サウナのイベントをして、今日は2時半から DJ です。まだ何も準備してない。化粧とかも してない。お仕事です。旅行はする暇なさそうです。まあこうやってお仕事で地方来れるから美味しいものは食べてるけど、海鮮いっぱい食べた。さっき弁当お疲れ様です。ありがとう。希望你再来台北玩。我要去，我想去。我应该去八月。八月我应该去台湾。サウナのイベント熱波師ってやつだ。それです。イラマー作品は出ません。なぜなら顎関節症だからです。あとなんかメニエル病の後遺症でちょっと吐き癖があるから出ないと思います。いつもお世話になってます。ありがとう。お世話してます。これから2時から DJ があります。沖縄はきっと遊びに行くと思います。夏エピカとかも呼ばれたらぜひ行きたいところですが、欅ラーメンだって調べてみよう後で。頑張ってください。陰ながら応援させていただいてます。ありがとう。インスタライブ珍しいでしょ。地方に行くときしかインスタライブしない。なぜならなんか時間が空いたから。いつも DJ の前になんかライブしてる気がするわ。北海道道劇遠征が最後だな。あ、北海道にもそっか道劇があったのか。コンビニで働く主婦でバイトの人との作品が最高に好きです。メアリも最高におすすめ。今北海道だよん。下次再来吃牛肉麵。我喜欢牛肉麵。啊，我的最喜欢的台湾料理是鸡肉饭。鸡肉饭最好吃哦。很想参加你的活动。要来哦。熱パワーで DJ を盛り上げてください。ありがとう。頑張ってくるね。You're my favorite model in the world. Wow! Thank you. 格好外してた方が好き。格好出て外すか分かんないからこのまま。童貞卒業させてください。どうやって？かけながら応援させていただきますって。ありがとう。頑張るね。北
北海道だとどこのクラブでやるんですか？宴さんです。撮影の後に DJ やること多いですか？だいたい撮影と DJ はくっつけないです。仲のいい女優さんはよく遊ぶ、最近っていうか、まあ前からだけど、畑野ゆうちゃんとか、お月ひぶきちゃんとか、あんりちゃんも同じグループ入ってるし、いつめに入ってるからよく遊びます。チンギスカンまだ食べてない。ブラックダイヤモンドの衣装似合ってるしかっこよかったよ。ありがとう。どの衣装が好きだった？メアリーに会いにこの後宴行きます。ありがとう。話しかけてね。あんまりフロアにいないと思うけど、ぜひ話しかけてください。いつも元気もらってます。感謝。ありがとう。こちらこそ。サンチャライブ楽しみです。え、来てくれんの？ありがとう。7月7日にワンマンライブやります。歌のライブです。ハイライトに載せてます。今日の DJ の箱は、宴です。宴札幌。名古屋でも DJ した時に行きたかったな。名古屋もきっとまたあります。今日もとてつもなく可愛いです。ありがとう。こんばんは。応援してます。ありがとう。 DJ は宴です。大阪で DJ あるのはクレイジーランド6月17です。いつ香港来ますか？もしかしたら8月行きます。多分 DJ です。最高に可愛い。勉強頑張ってるか応援して。頑張ってね。勉強応援してるよ。今日サウナイベント楽しかったです。ありがとう。来てくれたの？ありがとう。サウナ気持ちかったね。お肌すべすべですね。ありがとう。サウナのおかげかもしれない。イラマは頑張っても出れません。仕事にならないからです。なぜなら無理して働くことではないから、多分出ることはないと思う。自分からセルフでやることはあるけど、そういうイラマとかに特化した作品は出ることないと思います。欅ラーメンと信玄ラーメンをおすすめしてくれた成瀬ここみさん。あ、信玄ラーメンさっき通ったわ。美味しいのかな。フクロウ亭ってジンギスカン屋さんがおぬぬめ。マジ？ジンギスカン食べれるかな。明日もう昼帰っちゃうんだよね。大阪はクレイジーランドで待ってます。新 DJJ 新天元マーラ我知道。ふんふんふん。マレーシアは行ったことない。こんばんは。めちゃくちゃファンです。ありがとう。デニム衣装ね、いいよね。私服はどんなのか気になります。基本なんかヨガウェアみたいなの着てるかも。なんかこんな感じ。なんかこんなバカ。ういっちゃ。いつも作品見てるよ。ありがとう。名古屋また行きますね。なべちゃんは東京に来てください。最近嬉しかったことは何ですか？何だろう。最近女優ランキングとかにも入れるようになったのが嬉しかった。先月からね、入ってるの。このまま継続していきたいと思います。今日おかずにします。してください。
メータンの声、顔めっちゃ好き。この声気抜くとめっちゃ低くなるんだよね。耳まで可愛いだってありがとう。カラオケの箱、カブトムシ？あなたのライブ演奏を聞きたいと思ってます。私は VJ ですね。機械を、そうなの？ VJ やってるんだ。ぜひ一緒にできたらいいね。最近メリーさんの動画ばっか見てるよ。ありがとう。バルセロナ、マドリードはないな。でもスペイン一回行ったことあるんだよね。でもなんか全然違うところ。あ、ひろちゃん久しぶり。コンタクトしてる。めっちゃ目悪い。-4.75。コメント読んでくれてありがとうございます。こちらこそ。お体は大事に。ありがとう。優しい。やたっちいね。おみ足好きです。ありがとう。ボディコン着てるのかと思った。乳首見せて、見せれるわけないやんな。てかさ、まあいいや。言わんとこ。めちゃくちゃ可愛いです。この世界で一番好きです。ありがとう。嬉しい。何でも一番嬉しいです。ありがとう。好きな男性のタイプは、なんだろうね。安心、なんだろう、落ち着く人。穏やかな人。夜中の DJ まで稼働お疲れ様です。ありがとう。ライブ見に行きます。え、どのライブ？ 7 月7日？来て。待ってる。ハイライトに乗ってるよ。さっきもお世話になったところで不思議な感覚です。マジで？ありがとう。お世話した。ありがとう。バレーのユニフォーム似合ってたっしょ。メリー身長高いから。もっとバレエやってた。小学校の頃。今から DJ 見に行きます。ありがとう。メアリーは DJ2 時半やで。2時半。今から爆上がりしたら疲れちゃう。ちゃんとメアリーの時まで残っててね。メリーさんはハーフですか？ロシアのクォーターだよ。おじいちゃんがロシア。大阪でイベント来て呼ばれないといけないの。一番好きな女優さん、ありがとう。芸能界で一番好きだって、ありがとう。素の声なんだかいいさ、ありがとう。そうなの。意外と低いの。マクド行きますか？行かない。多分人生で5回ぐらいしか食べたことないと思う。マクドナルド。アイドル活動なんかグループでデビューしたんですか？そうなの。ブラックダイヤモンドっていうダンスボーカルユニットデビューした2ヶ月前ぐらい。誕生日がメアリーさんと同じ7月7日なので嬉しいです。そうなの？七夕おめでとう。まだか。タイドな服似合いそうですね。似合います。先にウェイって言うね。じゃあメアリーが登場した時ウェイって言って。最前列でメアリーって叫んで。好きな男性のタイプは僕なら嬉しいです。ハクちゃん、ヒロちゃん、ヒロちゃん、ひろちゃん優しくて好きよ。おもろい、ひろちゃん。夜勤お疲れ様です。夜勤、これから夜勤。
お肌綺麗ですね。ありがとう。どこか観光するんですか？多分、できないと思う。もうね、明日の昼の飛行機取っちゃってるから。あ、アシフじゃん。久しぶり。アラサ、アサラマレ、アレイクムやて。久しぶりちゃん。あ、ヘミンさん。やっほー。朝と晩でお世話になってます。だって、めっちゃお世話してる。大阪来ますか？大阪は6月17日、クレイジーランドっていうクラブで DJ します。インスタを見てますよ。ありがとうございます。好きです。ありがとうございます。VR のやつよかった。ありがとう。あの、お風呂上がりのやつかな。いろいろメアリーさんのこと教えて嬉しいです。ありがとう。ニーハオ。あ、大阪からこんにちは、こんばんは。一流になるために努力していますか？まあ、何をって言われたら、ちょっと具体的に今、ちょっと思いつかないけど、めっちゃ努力してる方だと思う。適当にやってちゃ一流にはなれません。股を開いてるだけじゃ売れないし、どうやったらいいおかずになるかを考えてる。自分の作品は最近見るようにしてる。もっとこうすればよかったなとか反省会してる。フォロバーありがとう。え、フォロバーしてない。会说中文吗？一点点哦。歌いながらダンス難しいですか？めっちゃ難しい。同時に同じことするの大変。やっぱ体の軸とかがさ、ブレるから声もブレたりするし、大変だよ。メアリーさんって言います。言って。絶対だよ。沖縄行きたいな。相変わらずメアリーちゃん可愛いなって、ありがとう。エナメルとかレザーの私服持ってます。個人的に好きなんですよね。レザーのスカートめっちゃ好き。あとライダースとかも着るし、エナメルは、衣装とかで着たりするけど、なんか、私服ってあんま着ないかも。歯科衛生士の作品たくさん見てます。すごい可愛い。ありがとう。元歯科衛生士やねん、私。札幌で何食べたんですか？なんか海鮮尽くし。北海道行きの飛行機遅延したみたいですけど、さよなら間に合ってよかったですね。うん、結構ね、余裕持って行ったから大丈夫だった。女優さんたちとサウナに行ってるインスタ見てますよ。私は月響さんのファンですよ。楽しかったよ、この前も。ライブしてるずっと好きよ、マジで。ありがとう、ありがとう。この前の秋葉イベント最高に楽しかったです。ありがとう、来てくれて。また、あったら来てくださいね。絶対領域楽しみにしてます。ぜひぜひぜひ。かわいい。あ、ヤドンだ。ヤドンこれ。ヤドンに似てるってメールよく言われる。ライブで歌う曲は決まりましたか？リクエストしたいのですが。あー、半分ぐらい決まってるんだけど、あの、ツイッターかなんかで送ってみてください。後でゆっくり見るね。エナメルあんまり着ないと思うということは、あ、なんか、着たことはあるんじゃないかな。でもなんか今すぐ思い出せないけど。またメイドさんとかやらないの？
メイドさんって何？メイドを着るかってこと？歌うまいですね。ありがとう。可愛すぎて辛い。大丈夫だよ。友達に大型っぽいとこ指摘される。ああ、そうかも。え、なんで大型なんだけど、メアリー。なんでしてんの？まあ、大型だなって思うことはめっちゃあるかも。大型だねっていう、まあ言われるかも。ヤドランか。コンカフェ的なやつね。確かに。やりたいっちゃやりたいけど。やるとしても、もう今8月まで埋まっちゃってるから、秋ですね。最近スケジュールが早くて、新報になってから。メアリーさん、兄弟いますか？いません。一人っ子。ゆっくり口好きです。だってありがとう。女性は O 型が好き。本当？メアリー A と B から生まれた O だから、まあなんか、いろんな要素は持ってそうだよね。こんばんは。今どちらですか？今北海道です。お酒はあんまり飲まないけど、DJ の時だけめちゃくちゃ飲む。なんか、飲まないと人前出れない。仲いい女優さんはインスタとかに載ってる子たちだよ。宴はね、2時半から。一番ハードだったのは、逆さ吊りにされてフックかけられたことかな。ゆらゆら揺らされた。泣いた。涙ちょちょ切れた。メアリーさんは可愛いですね。スタイルも良くて、ビキニとか綺麗に着こなしているのが羨ましいです。女の子ですか？ありがとう。A と B は全ての血液型を埋める。まあ、AO と BO だった時の場合だね。だからお父さんとお母さんが AOBO だったから。O 型。筋肉の作品もまあ、ハードだったね、ありゃ。熱波してきた。韓国訪問の計画は今のところないです。あんま女優さんが韓国行ってるの見てないな。女優とかでも仲悪いとかあるんですかね？あるんじゃないですか？女優さんによっては。メアリーはないかな、あんまり。仲悪いとかはないかも。会ったことないとか、あるけど。仲悪いとかはない。人妻の作品が好きです。いっぱいやってます。あ、ヒピちゃんだ。ヒピちゃんがいるよ。みんな、さっき大月ヒピキちゃんのファンですって言ってる人がいたよ。DJ 頑張ってね、だって。ありがとう。頑張るどん。家まで送っていいですか？初めて知って好きになりました。めっちゃ前じゃん。ありがとう。名古屋は、今んとこ予定ないんだけど。男優のおすすめ、どういうおすすめなんだそれは。僕が押した。港区のやつ最高でした。ありがとう。あの監督さんめっちゃ好きなんだよね。あのコンビニと港区女子の作品撮ってくれた朝木監督はめちゃくちゃ好きです。
そろそろ準備しようかな。そろそろ準備するよ、DJ の。今日は2時半から札幌の宴さんで DJ です。みんな遊びに来てね。札幌の人たち待ってるね。あと7月7日は、東京の三軒茶屋ワンマン歌ライブします。来てね。あと大阪は6月17日クレイジーランドってとこで DJ です。来てね。セクシー女優さんっぽさがなくて立派な芸能人だと思います。みなちゃん頑張って。ありがとうありがとうございます。後で宴行きます。待ってるね。メアリー登場するときはメアリーって呼んでね叫んでね。そしたらやーって手振るね北海道にお住まいですか？違います今日と明日北海道にいます。頑張ります。じゃあ皆さんまたねー。頑張るねん。バババイ。またねん。んーわ。よし、切るよー。